はい、おはようございます。朝の、宝塚北サービスエリア、岡山方向向きですね。大阪から岡山方向向き。朝日が眩しいですね。いっぱい車止まってますけど、まだこれ、カスカスな状態ですね。はい、私のイリスはこちらになります。ちょっと歩いてみましょう。はい、ここいますね。宝塚北と書いたエリアはこちらの方になります。こちらがメインエントランス。そして、こちらがサブですね。朝早くからもうお店がやってます。ワゴン車みたいなものがですね、結構何台か来てまして、宝塚ケバブ、ここに案内板がありますね。全体的にこんな感じと、ちょっと引いてみましょうか。B 級グルメかな、富士宮焼きそば、卵丸ごとプリン。濃厚鶏白湯ラーメンですね。混ぜそば、新感覚唐揚げ、こちらにもサブに宝塚北という形のエントランスがあります。でこれをそのまままっすぐですね抜けていくと、こちらが、先ほどとは逆に岡山方面から京都方面に抜けるパーキングのエリアになりますね。こういう感じですね。ですので、上下線で一つの、広大な建物ですけどを共有しているという形です。でこちらのエリアがですね、京都方面に向けてで行きますと、向かって進行方向側、これがこちら案内前にありますけど、サブトイレというエリアになります。トイレといっても立派なもので、ちょっと引きますとこんな感じのですね、お城のようなエントランス入っていますと、ハイウェイインフォメーションがありますね。こんな感じで各入り口には間違わないように岡山方面と京都方面というのがあります。説明的にはこんな感じですね。こちらはサブトイレです。サブトイレで行ってますね。結構降りました。電気はですね、どうですか、最新の手洗い付きの静電気があります。もちろん温水洗浄機がですね。で中心に手洗いがあります。こちらの方にも洗面台と、あと三菱かな、あとTOTOでした、ジェットクリーナー、ということで、女性は入れませんので、男性だけちょっとサクッと入ってみました。ですね、今のがサブだったわけで、岡山方向向き、京都、岡山方向から京都方面向きのパーキングを通っってこのメインのエントランスの方へ入れていきます。メインエントランスの方にも、ワゴン車が出てますね。フードコートは今閉鎖中のようですが、NEXCO中日本さんの西日本さんの、お店が入っていると。宝塚の歌だから手塚治虫さんの由来があるんですね。この鳥ブラス販売中。京都焼きグリル。あ、これ固定ですね。ワゴン車じゃなくて固定の藤屋さんというところの焼きグリルがあります。はい、こちらメインエントランスですね。入っていきます。ベルギーワッフルがあって、で、パラッタのメインエントランスがこちら。美術カフェとかも入ってるんですね。フードコート、現在朝7時5分ですけども、すでに食調査の方は自分のお店というか、大多数のお店がやってますね。はい、ご案内こんな感じですね。食コート入ってますかね。お昼パン屋さんは行列ができてます。 ATM もありますね。日本銀行さんで、まあ高速道路の恒例ですけども T サービスとかもあります。自販機は LCD タイプ。手作りのボックスがですね、豆腐とかのきしが、こちら普通の売店コーナーですね。オーリーとかダージラーとかヨーグルトとかタピオカドリンクですね。フードコートに関しては、やってるとことやってないとこあるんですけども。清潔で紙コップをベンディングできるようになりますね。食器類とか調味料、お野菜こちらは、今また、ちょっと出ようとしていますけども、ペイントイレの方ですね、近くにすごいところがありまして、これがメイントイレのエントランスですね。トイレのエントランスと思えない。ハイウェイインフォメーション、滝のトイレがあって、こちら男性になりますけども、ですね、こういう図柄のようなものがあります。今止まってますけど、動き出すんですね。男性の設備はこんな感じ。見てました。こちらがメイントイレ。メイントイレの問題です。ね、道があって、お、すごいですね。会員シャワールーム、頭が洗えるタイプの服が2箇所。まあ普通に左右に振って。こちらは温泉の座で、こちらにも先端に洗面台がいます。非常に広く清潔なトイレですね。で、女性用トイレとは別にファミリートイレとそういうのもありますね。と滝のトイレとはまた別にある。こちらが通り抜けると岡山方面。もう一度ちょっとお店の岡山方面の方にもやっぱりインフォメーションがありまして、原宿が来たインフォメーション。前傾、細かな詳細のマーク、それとお店ですね。各お店のロゴが入っています。どうでしょう、50mぐらいですかね。もうちょっとありますか。通り抜けという形になっています。日の出は岡山方面のアーム星から来てます。で、宝塚北は ETC の出口もあります。ですので、ここで出て一般道に下がることも可能です。で、ただし、こういうとこですね、トラックがかな。車長12m超えてるロングのボディのトラックは通行不可。まあ、一般車には問題はないですね。で、メインの方からずっとしていきますとこんな感じです。普通のエステとかと違ってガソリンスタンドは一番この入ったところにエネオスさんがいます。ガソリンスタンドの横を通過してパーキングに入ってくるというちょっと珍しい行動。とにかく広いです。端から端まで、まあ多分 200〜300m ぐらいあるんじゃないですかね。広いです。ここが一緒になったとかいっぱいになったらどうしようかっていうぐらい広いです。あちらの方にはペットと一緒に遊べるドッグランが入ってたりします。まあできたところですので、やっぱり非常に綺麗ですね。新名神の宝塚北サービスエリア、帰ることでした。